まあ、新聞社ってなんでこう狂ってるのか、おかしいのかと言われる方いるんですね。メディアはなぜ狂ってるのか、変更してるのか。人間だからですよ。所詮売文屋なんですよ。で、御所を大事にみんな考えすぎなんですよ。所詮新聞屋、大体ですね、新聞って、大卒のね、昔のインテリ層で、まともな企業に、学生運動とかで頑張りすぎちゃって、まともな企業に入れなかった人たちが流れ着いた先が新聞でね。で、新聞に入れない人たち、新聞社はまだ程度がいいんです。新聞社に入れない人たちが、テレビ局行って、当時テレビ局の方が身分が低かったから。ね。そして最後にそこにも入れない人たちがフリージャーナリストになって、さらにひどいのになると総会屋になったんですから。昔の左寄りのメディアっていういろいろありますけど、ほとんどが総会屋でね、いまだにそんなんで恐喝で飯食ってるわけですね。企業を脅してこれやるぞ、その程度のもんなんですよ、という目から鱗で考えると、なんとなくこう騒いでることもおかしいのかなって気にもなるんですが、ただ邪魔ですからね、潰さなきゃいけないものは潰さなきゃいけないわけで、どうやって戦うか、金を詰めていくんです。丁寧に一個一個ね、しらみを潰すように。そうするとですね、どん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 発揮していくわけですね。で、私これ始めたのがですね、実を言いますと、この問題というので動かし始めたの、動かしてはいないんだけれども、始めたのが2008年、麻生政権の末期なんですね。その時に、だって政治家漢字読めなきゃいけないの？そもそもアナウンサーが漢字の読み方間違えたら怒られるけれども、政治家って物事を進めてね、政策進めるのが仕事じゃない。だって田中角栄中卒だよ。ね、あの人は頑張って、漢字も書けなかったんだよ。それでも政治家だよ。政治家って別に学歴なくたってなれるのが政治家だよ。中卒だって別になっていいんですよ。角栄は小卒です。うん、そうですよね。小卒、角栄は小卒、ごめんなさい。なのに、漢字が読めないって叩くんだよ。おかしいでしょ。で、これおかしいでしょっていうので、いろいろ始めたんですね。で、この時ですね、その前の年、2007年だったかな。森永問題、森永じゃない、いや、あれですね、不二家問題っていうのが起きたわけです。ミノモンタが大騒ぎして、不二家結局潰れちゃった。その前には雪印問題っていうのもあった。でね、結果的にその時に誤報が原因で不二家が潰れることになっちゃったわけですね。ペコちゃん、怒りのペコちゃん。で、この時にですね、国会でも実を言うと、そのメディアに対する規制をしようという動きがあったんです。その時の担当者っていうのが菅官房長官なんです。あの時総務大臣だったんですね。で、菅さんって苦労人でご存知のように、秋田から集団就職で出てきて、段ボール工場を勤めながら夜学に通って、政治家のカバン持ちして、政治家に市会議員から始めてのし上がってた人だから、ある意味そのいわゆるエリートとか二代目とは対極にある政治家だったわけですね。で、総務大臣をやってる時に、総務省の中でもそういういろいろ話し合いが持たれ、問題が起き、それで菅さんとしては、なんとか放送の処罰、違法行為が行われたり、そういう問題が生じた時に国が処罰する法律を作ろうとしたわけですが、その時に自民党内の中でもそれに対して反発が起きた。これやったのがですね、新聞族の議員さん。日本にもですね、メディアから金もらってる議員がたくさんいるんです。新聞の販売店協会とかいるわけですね。その当時のトップがあれですね、中川秀直さん。この前息子さんがね、スキャンダルで大騒ぎになりましたけれども、ある意味メディアに対する力、メディアのに対する中川家の力が落ちたとともに、自民党の力関係が変わってるということの象徴でもあります。
今で言えば高市早苗さん、山本一太さんとかいろいろいるわけですね。それが反対して結局報道を自主規制する機関 BPO というのを作ったわけです。で BPO を作ることでお茶濁しちゃったんですね。その結果が今ということなわけですね。本来はあの時にちゃんとメディアが不正を行い、それによって被害ができたら被害を救済するとともに放送免許剥奪なりのプロセスを取るための実行機関を作ればよかったけれども、その時に自民党内から後ろから矢を打たれる形で中壊れちゃったわけですね、という歴史があった。なので今菅さんが官房長官、スポークスマン、メディア相手に仕事して、メディア側としても非常にやりづらい相手を持ってきているというのが安倍政権の戦略だったわけですね。で、ぜひですね、私いろいろ問題ありますけれども、稲田先生、能力的な問題とかいろいろあるとは思うんですが、私が総理だったらですね、嫌がらせのように総務大臣のところに稲田さんを持っていくかなと思うんですけれども、敵を持っていくのがいいわけですね。稲田さん叩いたらですね、メディア放送免許取り消すぞって言えるわけですからね。そのぐらいの嫌がらせをする安倍さんに度胸があったらいいんでしょうけれども、なかなか党内の方もですね、いろいろ党内バランスというのがございまして難しいようでございます。だからこそですね、逆に日本の心には頑張っていただいてですね、自民党にできないことを逆に党内からだと言いづらいんですね。与党というのは非常に微妙な立場でございまして、メディアに規制をかけるとか何だか言論の自由に関するものっていうのを与党側から持ってきますとね、結局ナチズムだとか全体主義だと言われてしまう。本来政府与党というのは言論の自由や全ての自由を守る規制を規制的な動きをするべきではないという基本原則があるものですから、逆に言うと野党さんからやってもらうのが一番いいわけでございまして、そういう意味では結構維新さんなども最近頑張ってるなという気はしますけれども、日本の心にもぜひ頑張っていただいて、ここは一つですね、風穴を開ける政党になっていただきたいなと思っております。で、国民は情報を正しく取って、できるだけフラットな目で見て、できるだけ間違いは間違いであると言える社会じゃなくちゃいけない。で、言う時も言い方を、僕のクレーマー講座じゃないですけれども、被害者の会の立場でどのようにテクニカルにピンポイントに攻撃力がある形で対応していく形で、これでですね、1000人動いたらですね、相手どうしようもなくなると思います。これ共産党とか社会党とかですね、総連とかですね、みんながやってきた技法のこちら版なんですね。資本の力を使うという技術をどんどん皆さんにご紹介させていただいてですね、例えば日本の心の党員の皆さんが全員で暇な時テレビ見てて、今言ったですね、放送基準に照らし合わせて、何条何項違反だと思いますが、御社はどのように考えていらっしゃいますか、資金提供をしている以上コーポレートガバナンスコードによって御社にも責任がかぶると思いますが、御社はどのように考えていらっしゃいますでしょうか、という質問を投げかける、お答えくださいということを毎日のように各テレビ局、各スポンサー企業に対してやられれば、嫌になっておりますよね、スポンサーで。さらに株式一株でも持ってれば、私は株主ですがとか、株主用の CSR の窓口に電話するとさらに効果がある。株主からのご意見に関してはオーナーですからね、株式会社きちっと対処しなるを得ないということになるわけですね。で、こういうやり方がありますよということを言うないんですが、先導するとですね、威力業務妨害とかになっちゃいますから、
あくまでも私はやり方を説明するだけにとどめておきたいと思っております。ということで、もうそろそろでございますでしょうか。はい、ありがとうございます。